はい、今回はキャンピングカーのカーエアコンを修理します。このキャンピングカーは、実は、カーエアコンが現在壊れていて、まあ、壊れていて、はい、まあ、5年前ぐらいからですかね、5年前ぐらいから、エアコンガス、エアコン、カーエアコンのガスが抜けるようになって、定期的に冷えなくなるようになりました。で、ガスを一回補充して、すると、もう10ヶ月とか、まあ、沖縄県は、夏がめちゃくちゃ長いので、11月まで、海に入れちゃったりするので、カーエアコンを使う時期が、内地よりも多くて、8ヶ月ぐらいは、まあ、エアコンを使うような、場所なんですけど、まあ一回補充すると1シーズンは持つ。なので、最低でも8ヶ月は持っていました。でも次のシーズンになると、やっぱこう、途中からぬるくなってくるので、エアコンを修理したいなとは思ってたんですけど、でもガスを補充すると、ほんと4、5000円で済みます。で、一回カーエアコンを修理、見積もり出した時に、なんか6万円ぐらいかかりそうって言われて、だったら1シーズン5000円だったら、10年の5万円なので、ガスの補充でいいやって思って、いました。で、まあそこから、3回、4回ぐらいガスを補充してたんですけど、だんだんその感覚が狭くなってきて、その冷えなくなる、感覚が狭くなってきて、一番最近入れたのが2年前ぐらいに入れた時は多分2ヶ月持たなかったです。で、ちょうどその2年前に入れた時は、そのなんか真空引きとかっていうのをやったりとか、まあエアコンの洗浄とか結構ちゃんとしたやつをやって2ヶ月持たなかったので、あ、もうそろそろエアコン直さなきゃいけないなとは思ってたんですけど、まあそこからちょっと当チャンネルをの視聴者の方はご存知の通り、僕がちょっと病気、パニック障害とかの病気になってしまって、パソコンをキャンカーを使わなくなっていたので、まあそこから2年ぐらい経ってしまったというところなんですけど、まあ最近もう病気もすごく良くなって、そこから、病気もすごく良くなって、今、このキャンピングカーを使って、また子供たちと海に行ったり、キャンプ場に行ったり、もう遊ぼうと、していて、で、もう、そのガスの補充で、こう、繋いでいくっていうのももうめんどくさいなと思ったので、もうしっかり、いくらかかってもいいので、直そうと、思いました。なんですけど、まあ、そんな時に限って、やっぱり、キャンピングカーっていうだけで、車屋さんでは結構門前払いされてしまうっていうところがあって、今、まあでも、3社ですかね、3社には、このキャンピングカーのカーエアコンを見てもらったんですけど、3社に見てもらって、あ、2社ですね、2社に見てもらって、2社とも、問題がないと、ガス漏れしていないっていう、ことでした。まあ、なんですけど、まあ、症状としては本当数ヶ月で、また、カーエアコンが冷えなくなってしまうので、症状は出てる。でも、漏れてはいないっていうので、でもきっちりこう調べたいなと思ってたんですけど、やっぱり他の、また別の車屋さんとかに、カーエアコン専門の、まあ、何社かあって、そこに、ちょっと電話とかメールとか LINE とかでこう問い合わせをしても、まあ、キャンピングカーっていう言葉で、まあ、うちはできませんっていう、まあ、実際そのピットに入らない、背が3メーターぐらいある、3メーターあるのでピットに入らないっていうのもあるんでしょうけど、やっぱり、まあ、多分キャンピングカーっていうので敬遠されてるんだろうなっていう感じで、見てもらえませんでした。まあ、そんな中昨日、見つけた、車屋さんが見てくれるっていうことで、実際この車を持って行きました。で、見てもらったらやっぱり車両部分の方で漏れはないなんですけど、やっぱ車両部分とこっちの部屋部分とでこう繋がっているので、あのこのキャンピングカーの構造とか、どこを見ればいいのかとか、どういう説明書とか設計図とか、そういうのがないと、できないということになって、僕がこれバンテックの車なんですけど、バンテックに直接、問い合わせして、の
車屋さんが欲しいって言っている情報をもらおうっていうことで、一度、帰ってくることになりました。まあその車屋さんと僕がその車検とかこの部屋部分を見てもらっている、キャンピングカー屋さんが近かったので、そこにちょっとまあ挨拶がてら顔を出して、そのことを説明したら、教えてもらって、どこを見ればいいっていうのを、まあ、教えてもらったので、そのままその足でまたその車屋さんのに戻って、見てもらったところ、原因が分かりました。はい、なんか漏れてる部分があったらしいです。なんかこう、ガラスの部分って言ってましたね。なんかこう、中を確認するガラスの部分から漏れていて、圧かけてないのに結構漏れてるんで、これで圧かかったら、すごい漏れるんだろうなってことで、まずそこを修理すると。まあ、ただそこで、そこの修理をしても、まあ、完全に治るとは限らず、そこを直して、他にも、こう、ダメなところがあれば、まあ、そっちも直していくっていう感じで、まあ、そこを一個で、一箇所で、治る。保証はできないけど、まあ、そこをまず直しましょうということで、はい、前進することとなりました。まあ、めちゃくちゃ嬉しかったですね。だいたい、まあ、キャンピングカー門前払いされていたところ、そこの、車屋さんはもう、親切に丁寧に見てくれて、さらに、車両部分だけ見てもわかんないから、わかんなかったら、もう多分その、普通の車屋さんだったらそのまま、すいません、うちでは見れませんで終わるとは思うんですけど、その設計図とか、撮ってもらえれば見ますよって言ってくれて、ものすごく、僕は感謝しています。そこでとりあえず、今部品の注文して、沖縄県にはないみたいで、内地から、取り寄せして、それが1週間から10日ぐらいで、僕ちょっと、月末まで予定があって、じゃあ9月に入ってから直してもらおうかなと思ってたんですけど、まあ9月3日までちょっと、バスケットボールのワールドカップが沖縄県であって、その車屋さんが近いので、多分相当混むと思うので、その9月3日、4日以降、9月4日以降に、直してもらいに、持っていくこととなりました。はい、めっちゃ嬉しいですね。ちょっと、キャンピングカーのエアコンが、冷えないと、多分内地だったら夏短いんで全然問題ない。まあ例えば昼暑くても夜は涼しくなるっていう寒暖差、一日の中でも寒暖差あるんですけど、沖縄県はもうね、8ヶ月ぐらい、気温30度、夜でも最低気温も25度、6度とかっていう場所なので、ちょっとカーエアコンが使えないと、もう一切使えないっていうことになってしまうので、はい。まあ、今回、なんとか、カーエアコンの、修理、一歩前進して、本当良かったと思います。と同時に、やはり、これ多分、内地だったらどこでもっていうか、まあ、キャンピングカーのビルダーさんも多いですし、修理できるところも多いとは思うんですけど、まあ、沖縄県っていう、土地の不利さ、が働いたのかなというふうには思います。